子供だってつらいよ。カオスケ、この前は下敷きとかしか買ってあげられなかったから、今回はもうちょっといいの選んでいいぞ。ありがとう、じいちゃん。あ、どさんこ学園雪ガスセンプが安くなってる。ああ、それ季節外れでちょっと売れ行きが悪いんで、今だけ特別に安くしてまして。じいちゃん、これ前は5000円だったんだよ。それが今なら特別に3500円。え、そうなの？この人気カセットをこんなに安く買えるなんてありえない。こんなチャンスもう一生ないよ。そうじゃの、3500円か。思ってたよりちょっと高いけど。あ、お父様じゃなくておじい様でしたか。お若いですね。え、そうですかの。じいちゃん若いよ。ほら、髪だってふっさふさのツヤツヤ。いやー、羨ましいですね。そうですかの。あ、これ買います。毎度あり、焼酎。これ欲しかったんだ。あ、そうだ、帰りにわたびんち寄ってもいい？これ一緒にやりたいからさ。おお、かまわんよ。じゃあじいちゃんが渡部くんちまで送っててやろう。やったー。おお、軒下と、軒下のじいちゃん。渡部くん、こんにちは。こんにちは。渡部、これじいちゃんに買ってもらったから一緒にやろうぜ。おお、どさんこ学園雪合戦部だ。すっげえ。やろうやろう。ほら、上がれよ。じゃあじいちゃんは先に帰ってるからな。はーい。あ、軒下くんのおじいちゃんいらしてたんですね。おやおや、軒下くんのお兄ちゃんも札幌にいらしたんですね。なんと、渡部くんのおじいちゃんも。こいつは奇遇ですな。もしよかったらお茶でも飲んでってください。いえいえいえ、そんなそんな。いやいや、どうぞどうぞ。軒下くんが帰るまでいたらいいじゃないですか。実はいいコーヒー豆が手に入りましてね。ぜひ飲んでいってください。はあ、じゃあお言葉に甘えてちょっとだけ。とりあえず対戦してみようぜ。俺ワンコン。じゃあ俺はツーコンで。俺のキャラはやっぱり主人公のマサル。じゃあ俺はタロウで。B ボタンでジャンプ、 A ボタンで雪玉を作って、もう一度 A ボタンを押すと投げるのか。当たった。お、当たった。先に相手の体力をゼロにした方が勝ちだな。じゃあ俺も A ボタンで雪玉を作って、お、ボタンを押しっぱにしてるとどんどん雪玉が大きくなるぞ。あ、本当だ。うわ、でかいと重くなるのか。なんだそりゃ、そんなの当たらねえよ。おお、すごい減った。うわ、雪だるまになっちゃった。くそ、動けない。今のうちにガンガン当てちゃえ。うわ、やめてくれ。あー、もう少しだったのに。こんの野郎、俺もでっかい雪玉作って。あた、何すんだよ。そりゃ黙って雪玉作らせるわけないでしょう。くそー。あ、そうだ、ここで隠れながら雪玉を作ってジャンプ攻撃だ。あた、ずる。俺も。これじゃいつまでたっても終わらん。あ、
壁が壊れた。おお、当て続ければ壊れるのか。よし、今がチャンスだ。うわあ、やべえ、逃げろ逃げろ逃げろと見せかけて最後の一撃。ふん、わ、なんだ今の。すげえ、走りながら投げると必殺技が出るのか。よし、もう一発だ。くらえ。やばい、隠れる場所がない。必殺のノキシタスペシャル。え、あ、今だ。えい、やった、勝った。もう一体全体ドーナツ。 A ボタンと B ボタンを同時に押すとお尻を出して相手を挑発することができるぞ。だって。なんだそりゃ。あー、でも慌ててたからな。ボタン同時に押しちゃったのかも。コンコン、コウスケ、じいちゃんはそろそろ帰るぞ。じいちゃん、まだ帰ってなかったんだ。ちょっとコーヒーをごちそうになっていてのう。じいちゃんももう少しいようよ。そうそう、もう少しいいじゃないですか。コーヒーのおかわりだってありますから。あ、渡部のじいちゃん、こんにちは。はい、ロキシタ君、こんにちは。俺、今渡部に負けちゃったんだよ。負けたまま帰れないよ。だからもう一回だけ。そうだな。ケイトが勝ったのか。さすがわしの孫。いやー、お互い初めてだし、まぐれだよ。いやいや、勝負の世界は結果がすべて、味がすべてのコーヒーの世界と一緒だ。さすがはわしの孫。なーにがさすがわしの孫じゃ。このじいさん、さっきからちょいちょい鼻につくの。あ、そうだ、じいちゃんもやってみる？あ、じいちゃん同士で対戦してみたら？え？じゃあコンティニューして。はい、じいちゃん。え、どうすればいいんだ？この A ボタンを押して雪玉を作って、で、もう一回 A ボタンを押すと。やられた。おお、じいちゃんうまい。ほら、勝負はもう始まってますよ。このじじい、調子に乗りやがって。ほら、じいちゃんも雪玉投げなきゃ。A ボタンを押して、もう一回 A ボタンを、と。あっちゃ、よし、じいちゃんやったじゃん。あはは、こんなの簡単、いくらでもできちゃうもんね。あいた、何するんです、今玉作ってる途中でしょうが。そんなの知らないもんね。ほい、突きやり。あいた、何するんだこのキノコじじい。キノコじじい、こっちがおとなしくしていれば調子に乗りよって。このコーヒーじじい。コーヒーじじい、もうあったまきた。よし、相撲だ、相撲で勝負だ。ああ、望むところよ、かかってきんしゃい。ふん、おりゃあ。わたべ、うちでゲームの続きやろうぜ。そうだね。またまだ。二人とも何やってんの。ごめんなさい。こどつら。コウスケのじいちゃんです。今回はお見苦しいところをお見せしてしまいまして、今後ともコウスケをよろしくお願いします。ではまた次のお話をお楽しみに。